こちらも配信開始しました。まあこちらはもうほとんど垂れ流し状態で流してるだけだと思うんですけど、この回入ってる。まあ思い出記録みたいな感じになっちゃうと思う。こんばんは。外せない。そうですね。これ氷浮いてないですか？温泉温泉とは。チンアナゴだ、こっちは。ニシキアナゴじゃない、チンアナゴの方だ。ちょっとチンアナゴ、かわいい。ヒロミさん来ますからね。あ、うさぎ、はい、みんなも、うさぎちゃん、くつろいでる。あー、はい、やった。すごい、バーチャルワホイの開会にみんな来てくれました。わー、ということで、こちらもちょっと大変気になるステージですけれど、早速開会式を始めていきましょう。イエイ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 。みんなもっと大きく集まってもらっていいかな。えい、うんうん、できなろうかな。うん、うん、いいのかな。リクイーン受け付けてますので、一緒に開会をお願いしましょう。
あ、ちっちゃくなった。うーん、ベルさんだ。こんばんは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 。みんな来てくれて嬉しい。はい、ではお待たせしました。バーチャル魔法一スレイ次主催のコンさんから、うん、じゃあ開催の挨拶をお願いします。はい、おー、はい、バーチャル魔法13開催してます。なんて言ってますね。はい、開催宣言は開催宣言をしたいんですが、まず、はい、魔法1とは何かっていうのを説明いただいて、はい、で、はい、あとちょっと協賛を紹介していただいて、はい、でまたここに戻ってきて、はい、ここに練習、これは練習、ここで、あ、ここにバーチャル魔法1、開催を宣言します。わーって、アルバズの流れ、わーって、あのみんなあの、絵文字とか絵文字とか、いっぱい投げてください、はい、それで開会します、はい、もう、はい、昨晩の0時からね、はい、ワールドはね、はい、ワールドはもう開いてるんですよね、はい、あ、練習、はい、ピザ練習、ありがとう。犬子ちゃん、さっきピザ食べてたでしょ、知ってるぞ。バレてるからね、ね、バレてるから。何のことかな、何のことかな。はい、じゃあテイク1ってことで、はい、開会式テイク1やります。はい、こっから本番、こっから本番です。はい、本番始まります、お願いします。はい、はい、バーチャル魔法市3開催します。っていうのは、魔法をテーマにした展示会ですね。お、なんと今回で3回目。すごい歴史のある、まあ、有名イベントですね。はい、うん、で今回は、うん、今までで一番奥のね、あのいろんな人に出展してもらって、協賛もあの いっぱいね参加してくれました。協賛の団体のね方も、はい、というわけで、ね、一応、はい、今までで一番規模が大きくなってます。待ってます。見どころもいっぱいあるよ。すごい見どころもいっぱいある。だいたいテーマみたいな感じでさらっとテーマで言うと、今回のテーマはどんな感じなんですか。今回のワールドのテーマは、空がテーマになってますね。はい、わで、あとは、まあ、サブテーマとして、まあSF チェックな感じにします。うん、こんな感じですね。 SF っぽい、空に浮いてる魔法といえばね。見どころいっぱいですね。はい、見どころいっぱいなので、あのフォトコンテストもね、開催してますしね。そう、実はここのね、今回一押しのポイントはどこまでもいける、あのどこまでも VR のワールドって、あの見えてて、あ、道があるじゃんってあるんだけど、謎の透明なコライダーが先に行けないとかあるじゃないですか。あるあるね。あるある、謎の壁はなし。
マジでどこまでも見えてるとこどこまでも行く、ただしないので、あの自己責任ですからね、あの危ないところにも落ちないようなコライダーとかありませんからね、見た目の通りのコライダーしかないので、でもその代わり頑張っていけばどこまでも行ける、いろんな、まあ、見どころ、バスはね普通に回ってほしいんですけど、この世界の謎を解き明かすこともできるよね、このいろんな危ない、ちょっとね、ちょっと冒険すればね、冒険をすると謎に近づきます。この SF だっていうことをちょっとね思い出して探索したり写真撮ったりしてほしいですね、ということで、じゃあ先生次はあの、はい、京さんの挨拶、はい、じゃあ、はい、向こうかな、京さんのポスターから、はい、行きましょう、行こう、すごいね、今回ね、たくさんの団体試合、パラレルマークはい、あれ、じゃあまずこちら、ちょっと表示されてないかもしれない、京さんからも京さんをいただいております、今回は、まあ、ポスターと、あとは、あのワールドに行くポータルを設置させていただきます。で、今回パラレルマーケットさんのワールドの方にも、魔法市に、行くためのポータルが設置されているのでね、行き来することができます、ということで、パラレルマーケットとパラレルで開催していますね、みんな仲良く、いろんな分野と展示会、お互い仲良くやっていきましょう、ということで、パラレルマーケットさんとの協賛です、すごい、すごい、そしてどうしようか、バスタブはみんな長く、じゃあ、一番最後、にしよう、じゃあ、こちら、もうみんな早速入ったし、バスタブパラレルマーケット昨晩0時に開会しました、こちらもね、同じタイミングで開会しております、はい、次は、次はマッシブクラウドの、なんだこれは、ここはちょっとこの魔法市のポータルの位置が悪いので後で書いておきます、ちょっと後ろに行くと吸い込まれちゃうかも、もうちょっと近づいて、こっちに来てもらったらいいかな、で、これは、あれですね、劇をやるですね、で、それのことあれですね、マーダーミステリーができる、あ、そうそう、マーサビティの新シナリオですね、無料のマダミステリーだけど、無料のものもいっぱいあって、これはめちゃめちゃ面白いので、あー、やってみたい、マダミステリーね、あのストーリー仕立てのね、事件の中でね、登場人物となって出演するんですけど、登場人物になりつつ、その物語の中で、謎を解くという、誰が犯人かを突き止めるみたいなね、劇中の登場人物になれるってのがあと面白い、ゲームだよね、そのシナリオっていろいろとあるんだけど、今の新作がこの魔術高専の不思議な事件と入学式の悪夢、面白そうですね、こちらも楽しいプヤチャットでの、イベントになります、では次行ってみましょうか、アンバサダーだよね、そういうアンバサダーです、はい、そうですね、VR さんも、アマエビさんチャットで活躍活動されて皆さんの、あ、そうそうそう、アンバサダーだね、メンバーの方も、アンバサダーの方も、じゃあ、アマエビさんちょっとご紹介、アンバサダーのアマエビさん、はいはいはい、バーチャルライトについて簡単にご紹介お願いします。
言でも言っちゃっていいですか。はい、うん、VR そのものの文化そのものを守るって活動してます、うんうんうん、アバター文化であったりワールドの制作とかね公開とかの文化であったりこういったイベントとかね、あとそれこそ大会とかゲーム大会とかねいろいろあると思うんですが、それを一気にも VR 文化として守ります。そういう活動をしております。うん、はい、こんな感じですね。あ、うん、こんな感じ、協賛とかね、うん、行ったりとか、うんうん、メディアに出演されたりとか、こう幅広く活動しておりますのでよろしくお願いいたします。うん、素晴らしい活動、私たちの VR の活動に、うん、もう大変大切な権利であるとかね、うん、または文化を広めたりとか、うん、活動されているので、うん、はい、そう、早速これここにも書いてあるけど、おとといですよね、これあのアイラの記事で、あ、これね、新しいね、ちゃんともうすぐ反映されてる、うん、そう、これ早いですね、こっちが早いね、早いですよ、あのな、動きが早い。おととい出たのがつなぶま TV、 もうさすが書いてありますもんね、うん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 、うん、うん、そういったことでも、うん、はい、では次の、うん、次は、お、次は、うん、お、おや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 、いいですね、おや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 、かわいいアイドルが見えますね。アイドルユニット、うん、あ、なんだ、なんだ、なんだろう、あ、なんだ、かわいいアイドルが、これはどこの遊戯ですか、活動されてるなんてすごいですね、うん、どっかのね、どっかのウサギがね、どこのウサギなんだ、どこのウサギなんだ、どこかのウサギだって言ってたのを置いといて、はい、私とあとスピカのさえちゃん2人組のアイドリート TBSVR チャットでね、うん、とか VR クラスター、うん、いろんな VR 空間でアイドルとして活動してます。まあ主に青春なクラゲビートとかね、そういった、まあ、VR のライブイベントを出演してますので、いろんなところぜひぜひあのお声掛けください。技術系アイドルユニットってことでワールド作ったりとかイベントの主催スタッフ何でもやってますっていうことね、イベントお手伝いもいろいろと活躍したい、ぜひぜひ頑張っていきますのでよろしくお願いします。新曲新譜新譜、あ、オリソンも ありがとうございます、オリソンも販売中です、風船販売中ですのでぜひぜひあのご覧ください。 YouTube あの YouTube VTuber をやってまして、実は YouTube のチャンネルもありまして、この配信とかこういうイベントのレポートとかもしてますんで、よかったら、うん、チャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、素晴らしい、やった、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、はい、はい、こちらはこちら、と最近型ラブクロスさんですね、はい、ここだったようはですね、はい、まあ、普段はその VR とは全く関係のない活動をしてるんですけど、このラップというね、なんか、なんだろう、まあ、うん、なんかこう、なんだろう、ね、一言で表すのが難しいけど、まあ、なんかファンタジー入りっぽい、うん、ぽかったりとか、うん、こう、そういうなんかロールプレイをするような団体さんですね。かなりアウトドアとかでスポーツ的な感じ、ね、はい、楽しそう、はい、あ、すごい、はい、結構いろんな活動でいて、うん、そうですね、私は、埼玉のイルマでもなんかいろいろイベントをやったりとかしていますね、うん、私も、あ、そう、劇団みたいな、この団体さんに入っている方が、うん、あの魔法一1の時に、うん、あの宣伝ツイート2にしてくれて、その時からずっと気になっていたんですけど、うん、今回こうや
て協賛させてもらいました。面白いですね。なんか剣でのラーブくんの、ね、縦やってるね、気になるね。剣と縦でのこう剣才とかを安全にできる、すごい面白そうですね。でも、VR でもね、そういう剣で遊んだりとかもできるけど、リアルでも、リアルでの遊びとつながったら楽しそうですね。ラーブくん、すごい興味があると面白いですね。こちらもぜひ見てください。チェックしよう。チェックチェック、面白そう。次は、はい、じゃあこちらは VRC レディさんです。有名なね、あの、記事を本当に書いてるところですね。どこかというと、VRC レディさんの取材をしていただいたので、その日へと記事が出ると思います。なんとバーチャル魔法市のイベントが VR レディに紹介いただける、あ、これ楽しみですね。はい、次の方で楽しみにしましょう。さあ、じゃあ協賛はあと1箇所かな、気になる協賛がありますね。行きましょう。はい、ね、協賛の、ね、これじゃん。これは本文入る。あ、はい、こちらについて、では、コウさん、ご紹介お願いします。コウさんを、早速、はい、バスタブに、はい、バスタブに。かわいい。超有名な、水があれば、どこにでも現れる団体、バスタブ。そういう水があればどこにでもすごい、これ分かっちゃうんだよね。分かっちゃうんだよ、今までね、そうずっと協賛を、協賛していただいて、で今回もこうやって協賛ブースを出してくれました。今回はちょっといろいろね、時間がなかったりして、私が、温泉を作ったわけじゃなくて、氷ちゃんがブースを作ってくれたんでさ、まあ、こうやって、ワールドでも温泉に入れるということで、皆さんのんびりしてください。はい、すごい、はい、氷浮いてます。氷も浮いてます。この効能は効能なんだろうね。効能は効能わからない、書いてないね。じゃあ皆さん、ね、から使って確認してください。なんとここで珍しい生き物も、珍しい生き物もしっかり来てますよね。なんだろうね、ひんやりしてきたし、温泉だよ。あ、かわいいね、裏側にね、生き物のレスカルマじゃないのかな。チンアナゴなのか、チンアナゴ、チンアナゴ、かわいい、チンアナゴさんですね。かわいい、裏側に何かあるの？なんと、テレビ、あ、本当だ、あの、見える？あ、この裏側に、なんかすごい、この、はい、ニシキアナゴが、この裏側のニシキアナゴに乗れるレスカルなので、これも、バスタブ主催の天野氷さんが作られた、あ、本当だ。なんか手が生えてるけど、あれ、錦アナゴに手が生えてる、なんで？錦アナゴという名前ですよ。これはダメだ。錦アナゴなんですよね。ダメだ。手はあるとして、概念的には錦アナゴですよね。こういう今日の錦アナゴっていう概念。そうですね。ああ、まったりしましたね。なんかもうなんかまだ開会宣言する前からもまったりしちゃって、あ、もう、あ、今日も
やっとね、今日もやったね、今日は遊んだ遊んだって感じですけど、はい、私の雰囲気の楽しんだ後はみんなでバスタブで、あの疲れを癒やすことも、ここで楽しんで楽しかった、わーってる魔法一度語らたいとかしたいしていただきたいっていう、そういうバスタブの粋な計らいですね。バスタブの粋な計らいなのか、バスタブのあのイベントをどっとりしてるのか、いろいろと書いてあると思いますけど、まあ、生さか、そんなことはね、あるわけない、ね、でもあとはクラウドファンディングのどんどん、あのちょっと順番はどっちからですか、じゃあ先にクラウドファンディングからしましょう。クラウドファンディング、はい、うん、じゃあ、あ、どっちでもいいよ、はい、と、じゃあ、はい、じゃあお願いします、はい、クラウドファンディングをね、あの魔法市終わるまでやっているので、その支援していただけると嬉しいですっていう宣伝と、今まで支援していただいた方の名前をこの石板に全員載せています。今までの、うん、すごい、ここは、2000円プラン、石に名前を、刻むプランのプランですね。ありがとうございます。先にこっちから、はい、反対側から、はい、違う、こっちにもあるんだ、でこちら3000円プラン、名前を刻むのと、あと、おまけのね、トロフィーを、渡しますよっていうプランに、やっと気づいた時にやるもんですよ、こんなにたくさんの支援していただきました。あの、これから支援しても、はい、お名前載せてもらえますか。そうですね、一応頑張って対応します、うん、あ、すごい、あ、なんで今からするしかない、その時に残る会場とともに半永久的に名前が刻まれます。バーチャルワフォイチの一気に名を刻むのは誰だ、誰だ、イエーイ、気をつけてるからだ、どっか行った、どっか行った、ちょっと危なく刻まれちゃうところ、違う意味で、はい、ではまたこっちに戻って、はい、今度はこっち、こちらは1万円プラン、高級プラン、高級プランです。高級プランも4人のね、すごい、素晴らしい、すごい、1万円プランは、まず名前を刻むっていうのと、あとこのワールドをね、あのそのまんま、あの渡しますっていうプランになって、おお、すごい、ワールドもらえちゃう、あのあそこにある、まあ、船とか、うん、シェーダーとかは、あの、うん、私が作ったものなのものではないので、配布はできないんですが、うん、まあ、それ以外の、あのブースとかをね、抜いた、領土がもらえるとかお得、抜いたもの、領土、領土、領土もらえちゃうんだ。皆さんはなんかね、領土拡張の意欲は旺盛な団体の人たちが、ここは何っていうね、旗を立ててね、領土を主張する人たちがいるんですけど、あの優勝なんで、優勝なんで、あ、なんか旗が出てきた、旗何それ、延期すの旗か、アウトでー、あのクラウドファンディング1万円プランに出資いただけましたら、うん、存分に旗を立てていただけますので、うん、よろしくお願いします。確かに立て放題だ、やった、あのパブリックワールドにはできないんですが、うん、まあプライベートでやる分には、うん、まあ改造してもらっても全然 OK なので、うん、うん、なるほど、はい、できないようにしてください、はい、うん、そう、1万円のご支援、本当ありがとうございます、
ありがとうございます。じゃあ、一つはこちら、先ほど紹介した、京さんのお宝ですね。いいですね、うん。ありがとうございます。じゃあ、次ですね。じゃあ、こちら、出店者の一覧になっています。名前ですね。なるほど。確かに増えた。12ブースですね。めっちゃある。12人の方に出店していただきました。楽しみ。まあ、最初はちょっと13人だったんですけど、1人ブース作る時間がなくなっちゃったということで辞退してしまったので、全部で12人ということになっています。そう、素敵ですね。はい、今回はブース紹介そこまでに、ちゃんとしないので、皆さんね、ぜひワールドに来てじっくり見ていただければなと思います。はい、はい、はい、これが楽しみですね。じゃあ次、スタッフ一覧です。まあ、いつものですね、公式アンバサダーうさぎちゃん、ワールド制作協力天野氷ちゃん、宣伝協力は UN 応援さんに、協力していただきました。ありがとうございます。うさぎちゃんもね、アンバサダーといろいろやっていただいて、うさぎちゃんがアンバサダーだということは皆知ってますか？アンバサ、あまり自分がアンバサダーだとアンバサってません。はい、アンバサってね、アンバサってアンバサってね、アンバサってね、アンバサってこうぜ、アンバサ美味しい、アンバサ美味しいね、アンバサ、アンバサ主催コン、副主催コン、会場設定コン、ポスターは今回ちゃんとしたの作ってないですけども、一応渡しておきます。すごい、コンちゃん、そう頑張って作った、すごい、すごい、ありがとうございます。すごいですね、すごい、頑張った。今回ね、会場もね、ちょっと素敵なのでね、ぜひ回ってほしい。はい、これで開催の、ご説明をしますので、じゃあ、いよいよお待ちかね、開会宣言をしようじゃないですか。開会宣言、さあ、開会宣言、では、さっき3回ぐらい練習しましたので、もう皆さん、大丈夫だと思いますけど、間違えた。スクショタイム、スクショタイムの予防、どんどん形小くなったか、みんながスクショの準備が終わるまで3分かかりました。よくあるやつだ。校長先生がね、はい、待ってますからね。3分かかりましたね。3分かかりました。はい、では先生、はい、お願いします。はい、はい、そう、じゃあバーチャル魔法市3の、開催を宣言します。開催ですので、一週間楽しみましょう、はい、楽しみましょう、写真撮ってる、ここも開催中、ハッシュタグは何かな、ハッシュタグは何かな、
Twitter の、マホイチのハッシュタグがハッシュタグ V マジですね。で、はい。で、フォトコンのハッシュタグが、V マジフォトコンになってます。で、フォトコンに参加する際は、はい、V マジフォトコンのハッシュタグをつけて写真を投稿してください。お願いします。いつまでに投稿した締め切りは、はい、フォトコンの締め切りはいつ、締め切りは、まあ、そうですね、一応、ワールド、魔法市が終わって次の日ぐらいですかね。うん、はい。じゃあ、はい、開催期間中にぜひ撮ってください。さあ、うん、じゃあ準備を、やることもやったので、あとは回ろう。ね、落とすパターンいっぱいあるからね。うん。やったー。はい、じゃあみんなで回ろう。ブーさん。イエーイ、あの止まらないでそそそと歩いていくだけにしよう。そうだね。はーい。で、フォトスポットになりそうなところは終わって、ちょっと参考としてこんな感じのようで、ちょっと見ない写真撮ったでしょ。もう今日のこのシーンをフォトスポットっていうか、写真用に使っても OK です。 OK。 私はそろそろ失礼します。はい、お疲れ様です。ありがとう。ありがとう。頑張ってる。バイバイ。バイバイ。はい、バイバイ。この後ね、22時からね、沖田の配信でパラレルマーケットをね回るっていう配信がありますので、うん、うちはなんかすごい趣向を凝らしたパラレル、みんなの姿はパラレルの姿で配信するっていう企画ということで、そっちも楽しみですね。福窓で見てくださいね。楽しみだね。あ、ちなみにちゃんが来た。わかる。うさぎも明日配信しますから、10時から配信しますの楽しみ。あ、こうはるちゃん。共産の、共産じゃないよね。こうはるちゃん。はるちゃん、こんばんは。久しぶりです。わー、こはるちゃん、本物、本物ですか？本物あ、本物ですか？本物確認されている。本物のこはるちゃんだ。こはるちゃんの方、他にもたくさんいらっしゃるんで、あ、こちらの一番本物らしいこはるちゃんの方ですね。いこんちゃん、うさぎちゃん、とい、マジ開催おめでとう。ありがとう。これは本物か、確実に本物だ。本物だ。ありがとうございます。本物のこはるちゃん、来てくれてありがとうございます。こはるちゃん、V マジにね、協賛、あのクラウドファンディングでもね、大変なご応援いただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。本当に少しですけど。すごい。はい、というわけで、ここはるちゃんの土地にも土地ではあるんで、ね、イエレー。皆さんで参りましょう。はい、じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。来てくれて、お、すごい賑やかで回れますね。わ、これは、ね、じゃあ、早速回りましょう。はい、校長先生の長い話終わりましたし、やっと雨だ。校長、校長、校長もなかった。校長ぐらいって言ってる。サイクロンも寝てる。じゃあ順番に左からこちらジュンドです。あー、なんかすごいな。すごい上から滝が流れてて、あれ、これは今日いらっしゃいまして、今日いらっしゃいまして。はい、こちらの秀樹さんのブースですね。これ下から見た音になんかすごいファンタジー溢れる立体的な場所ですね。魂みたいな。すごい。ね。では一箇所、全貌は来てもらってですね。一箇所1分ないで回ろうか。1分ないだったら1分。1分だけ。そうだね。1分バーって行く。勝手足で。おー、すごい。すごい。登れる。どんどん登りましょう。楽しい。高いとこ大好き。あ、すごい。面白い。まだ上が。
あ、すごいすごいすごい。え、どんどんいける。え、ずっと続いてる。すごい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 。ここでどんどんみんな押すなよ押すなよと、そういう空間になっております。あと1分でこんなに行けそうでしたね。会場のちょっとずつ会場の様子が分かってきますね。この抽選ああ。みんな声めっちゃ小さかった。教えて。VR だから飛び降りても大丈夫という。すごいだろう。すごい。すごい。すごい。えらい。ありがてえ。うさぎさんもデブリを反省してなくない？あ、してなかった。ありがとうございます。なんか途中でこれじゃ何でも知ってるね。さすがですね。あ、氷さんもやっぱり違うね。やっぱり氷さんだけある。やっぱり違うね。違うね。いろいろ気づいた。で、私はあの、今日ははい、魔法市開催おめでとうございます。パッパッパッ、ありがとうございます。私もね、はい、バスタブの部長として、はい、頑張りました。そして、はい、そして私、そろそろ出かけないといけないので、この辺で失礼します。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いってらっしゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。いってらっしゃい。いってらっしゃい。いってらっしゃい。あと1分です。あ、はい。パンダさんも次のね、忙しいとこみんな来てくれてありがとうございます。パンダさんももう少しだから、もう少しだね。はい、もうちょっと、じゃあ、オリチクさんのオリテックに。そう、オリ、すごい、もうキラキラ光ってるよ。鏡、鏡の世界。あ、鏡だね。すごい、すごい、すごい、階段だ。すごいキラキラしてる。あと落ちちゃった。これ優勝狙えるかもしれませんね。何これ、高いところ、高いところ、大変さっき言ってました。高いところ大変な人がいっぱいいる。すごい階段がめちゃくちゃ綺麗。デザインしてきて。コードがない。確かに階段の模様を見てください。すごい綺麗ですね。本当だ。あー、落ちた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 。あー、落ちた人いる。難しいね。予想してると結構この螺旋階段難しい。あー、落ち落ち落ちそう。これなかなか。おー、いっていった。クリスタルが入ってる。クリスタルに封印されたみたいで、すごい素敵ですね。クリスタル入ってるのかな。飾ってる。クラクラする。あら、すごい面白い水面が。サボン玉みたいな。あー、すごい。はい、これも面白いね。これが全貌。あ、これ見て。ブース自体がミニチュアになって入ってますね。へえ、すごい。じゃあ次のブースに行きましょう。はいはいはい、行きますよ。ああ、落ちた落ちた落ちちゃった。よいしょ。見て見て、これ。あ、こっちパンダさん。こちらはここ見て見て。キキョウパンダって、キキョウパンダ。なんと、なんと、誰だろう。キキョウパンダって誰だろう。パンダって誰だ。どこかで聞いたね。どこかで聞いてでも。私だ。どうぞどうぞどうぞ。一人で回れるから。行くぞ行くぞ。これ。
これ1分で読むんですかって。ちょっと読めるかな、1分で。これは一分で読んでいくんで、うん、こちらもすごい。関係あるんですね。ありますね。歯車とこの鎖が関係ありますんで、気になったらすぐ読んで、みんな後ろ振り返って、後ろ振り返るとすごい、最初にこっち行っちゃった。そう、振り返ると可愛い、可愛い。4ページだけ書いた。オペオペしてる。途中で6ページで諦めました、私漫画描くの。これめんどくさい、めもう描くの大変と思ってやめました。よろしくお願いします。以上です。おー、すごい。頑張ったね。頑張った、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 すごい。読んでね、ありがとうございました。ありがとうございました。私は移動します。違うところの、はい、そこの予定に行ってきます。はい、お疲れ様です。ありがとう。ゆっくり読んでね。はい。ありがとうございます。はい、パンダ歌劇団の団長、市長パンダさんのブースでした。オリジナル小説とかオリジナル作品をね、ブース展示した、この巨大な展示は面白いですね。はい、次はレイロさんの、一人のレイロさんの、一人のレイロさんの、なんかすごい大きい、すごい、すごい、カラーリングが持ってるんですか。すごいな、すごい、すごい、なんか、おお、すごい。これはかっこいい。足が、足がある。超絶技術で作られている。かっけー。これが特徴でおなじみですね。いや、このカラーリングは完全にレイロさんだ。レイロさんのカラーリングが、カラーリングが本当特徴的というか、レイロさんの立ってすぐわかりますよね。NFT アート、すごい。読み物も、ね、あるのでね、それも読みに。すごい。こんな展示方法が。あ、こちら今見てるのは20メートル、の展示を今見てます。バーチャルワフリッチはね、いろんなサイズのブースが展示できまして、一番。でかいのはこの20メートルの巨大、超巨大ブースですね。はい、こんな展示ができるのはバーチャルワフォイチだけ。さあ、次はだけずっと遠くに見えて異彩を放っている謎の星、はい、これは一体何だ、なんだ、なんだ、これは一体なんだ、これは なんか書いてある。ずっと気になってた、はい。これ入れる？ちょっとなんか、おー、なにこれ、浮いてる。ちょっと待って、どうなってんのこれ。あー、取っちゃった。お腹は、それを飛んで、なんだこれは。うさぎちゃんとのフィギュア、うさぎちゃんがいる、かわいい、かわいい。はい、真ん中にアジビエーズいる、かわいい。アジビエーズの、トップがあります。ポップ持ち運びますので、ぜひあのワールドのあちこちで持ち歩いて一緒に記念写真を撮ってください。ポップをやってかわいい。他のブースにもお邪魔できるというシステムになってます。これローカルですか。いや、これグローバルです。グローバルか。すみません、動かしてあった。すみません、すみません。じゃあちょっと戻しておこう。いろんなとこに連れて歩いてください。移動者自体も戻さないとダメですね。あのインスタの人が、ね、優勝してるでしょうから、うん、優勝してる。あ、優勝も優勝している。優勝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 。じゃあ自分先さん持っていこう。
おめでとう、ゆみちゃんおめでとう。ありがとう。はい、こちらはやったー、ゆみちゃん優勝です。おめでとうございます。こちらのトロフィーはバーチャル魔法市3、うん、ご来場記念トロフィーです。ありがとうございます。来場ありがとう、うん、来場記念、来場優勝、優勝おめでとう。来場数だけで優勝、おめでとうございます。すごい、おめでとう。完成なかった。そしておめでとう、おめでとうございます。このマスターどんどん日替わりで、日替わり数日ごとにアイテムが増えていくはずです。おすごい。ゆっくり、聞いてない。どんどんアップデートしていこうという、そういうコンターンですね。それなんだ、すごい。どうだったんだろう、外側が不思議な感じに見える。エクステンドクラスです。あ、本当だ。どういうコンターンは中に見てみると面白いと思います。こんな感じで、ね、あー、中見たこんな感じ。展示してます。でも販売予定ですので、うん、ぜひ遊んでみてください。なんか中周りの壁もね、すごい、なんか景色みたいな、うん、近づいたり離れたりすると見え方が変わるシンガーを作ったので、うん、使ってます。こちらは物質販売予定です。あ、はい、ありがとうございます。すごい、優勝しすぎて、優勝しすぎて時間を使いすぎてしまいましたね。はい、一番時間を使って使うという、ね、はい、ぜひこちらを写真撮ってください。じゃあ次の撮っていきましょう。はい、次は順路は、順路こっち、こちらですか。今回はね、ちゃんとあのどこに行けばいいか分かるように看板をいっぱい。分かりやすい。看板が、順路が分かりやすい。もうなんか外の景色もすごいな。で、周りの景色がだんだんなんか見えてきた。クリスタルだ。クリスタル、クリスタルだ。こちらは、はい、コンソメさんのブースです。コンソメさんのブース。なんとこれはブースで。クリスタル。お。すごい、この赤いシーナーもきれいですね。ランタンだ、これ、うん、ランタンですね。ランタンの中にクリスタルが入って、はい、さあ、次行きましょうか。あ、天海さんのうさぎを連れてきてくれてる。はい、じゃあ次のブース行ってみましょう。はい、高校で、この世界をたどるのが楽しいよ。ここは、ここは魔法や、こっちほら、なんと、こちらは、おこれは一体、あれ、お、あ、なんか伸びた、なんか伸びた、あ、伸びてる、伸びてる、すごい、あ、何か伸びていってます。あ、すごい、あー、すごい、なんか下に伸びて、伸びて、あ、それで操作できるんですね。あ、これ操縦できるんだ。すごい、すごい、面白い。おー、ここはアイテム、これ楽しいね。うん、おー、楽しい。これはブースで販売してるのかしら。これ置きたいね、自分の前髪はね。そうですね、多分販売してると思う。うんうん、じゃあ魔法やコチョーランで検索してみて。あ、アバターになると面白そうですね。うんうん、魔法ちゃん、どこでも使いたい。アバターに入れてないんかな。アバターに入れたよね。うん、じゃあ次行きましょう。次は見えてくるのはこちらを、次はこちら、こちら、ルティアさんのブースです。おぉ、ルティア、はい、マジックアワーグラス、マジックインタロット、音楽が流れる。おぉ、これローカルから、うん、これグローバルで、おぉ、流れた、さっき聞こえますね。音が流れて、砂時計が流れ始めました。あー、わー、素敵。これが、あれ、こんな感じで、綺麗、素敵だ。魔法、アイテム、魔法、魔法一って感じですね。はい、じゃあ全部作るのはね、はい、ぜひここに来て。こちらは、こちらは、はい、こちらは、あ、私、シューキッサーの、はい、キッさんのブースです。帽子だ、おー、いいなぁ、帽子、帽子、
魔術って感じがする。あれか、かぶる。ハロウィンのキャラ。これを持てない。うん、あ、でも可愛いですね。ハロウィン、ハロウィンもうすぐですね。これはチェックですね。あ、もうすぐハロウィンか。ハロウィンは来たよ。もうすぐハロウィンか。はい。そうか。では次行きましょう。次行きましょう。じゃあここは、ここは、これはすごい。これは嫌いですね。豪華ですね。ここはね、本当にいいんじゃないでしょうか。超豪華。本当に。そう、あのね、王冠とかにもね、秘密があるんだけど、それはまあ、お楽しみです。秘密がある。おお。ここはいいね、写真を。強くなる、うん、強いね。ラメをあがめよう。やはりゴールド、ゴールドの力は偉大。うん、っていう面白い素敵なゴリ。なるほど、なんかこの王冠、王冠がたくさんの王冠が設置されている。なんか今飛んできた。この王冠には秘密があります。これはぜひ来てか見てください。わかった。真実は悪の目で確認してください。さあ、じゃあ次行きましょうか。行きましょう。なんだろう。おお、綺麗。おお、綺麗。おお、すごい。はい、魔法用さん、レビキさんのブースです。あ、レビキさんの本人も来てくれました。おー、すごい、かわいい。本人が、あ、素敵、かわいい。あ、かわいい。ご本人様、かわいい。お店のいらっしゃった。お店番の、あ、はい、かわいい。ご本人ですね。ここもね、はい、うんうん、こちらはミオの魔法屋さん。展示しているのは、おお、かっこいい。すごい。おお、すごい。おお、すごい、すごい。おお、すごい。おお、かっこいい。すごい。あ、すごい、すごい。はい。これは、うん、クリスタルも。すごいね、綺麗な。クリスタルもなんか、うん、綺麗ですね。うん、かわいい。大好きな石だ。うん。みんな、レビューさんは石を、石だ。そういえば、こちらも展示してるもの、これも販売されてるんですか。これも、お花が出てるんですね。おー、すごい。すごい。素敵。あ、かっこいい。かわいいだけじゃない。かっこいい。あ、すごい。魔法人出た。魔法人が、魔法人が。ゼロ距離で。すごい。いや、これはアバターに仕込んで使いたいですね。血の血になり。おー、いいなー。あ、いろんな、いろんなエフェクトが。おー。おー、すごい。素敵、素敵。これだ、魔法。魔法の、魔法の一つに、ぜひ加えてください。こういう魔法が使いがたかったです。わやったー。やったー。大変だった。やったー。やったー。やったー。次行きましょう。次行きましょうか。今回はね、はい、またね、閉会式の時に実験もあるからね。はい。こちらは、すごいかっこいいロボット。ブースもすごい重厚なブースですね。こちら、ゆうがねさんのブースです。ロボット。ゴーレムっぽい。ゴーレムっぽい。そう、何でもね、魔法だってね、言えばいいのでね、うん、確かにロボットじゃなくてゴーレムかもしれないですね。でうんうん、魔法の力で動いてるかも。魔法の力で動いてる。なるほど。じゃあ、はい、そしてブースはここまでかしら。まだあるんですか。ブースはここまでです。ブースはこれで全部終わりです、はい、おー、おー、すごかった。すごい。はい。
ね、いろんなね、ブースがありましたね。うん、じゃあ、そう、これからは、フォトフォット。うん、フォトフォット。なんと、うん、ここまでもかなりいろんな見どころがありましたけど、さらにフォトスポットがあるということですね。うん、さらに、うん、なんと、ありますね。なんと、なんと、うん、では。じゃあ、まずは、順路通りに行ってみましょうか。こちらのね、はい、魔法陣がね、ありますね。行きましょう。おーおーおーこ怖い、すごい。こんな風に、すごい、結構足がすごい、すごい。上から見ることができます。落ちたら大変なので注意しましょう。落ちたらどうなるんですか。上の方が最初の広場ですね。そうですね。うわずっと猫来て、でそこの結構ほ高低差が、ね、あの、うん、あいいんですか、これ飛び込んじゃっていいんですか。わあ、ちょっと、あ、落ちちゃった。行ってこれ、あ、行ってしまったね。行ってしまった。頑張って帰ってきてください。頑張ってください。この竹の水も魔法陣から出てるんですね。そうなんです。うん、魔法でね、できた滝がこうやって流れて、うん、川になって、ね、また下に流れていきます。こんな感じです。これはすごい、うん、で、あ、航行してる貿易なんでしょうか。船が光ってますね。うん、そうなんです。で、遠くには風車もあって、あってます。はい、この世界、ここからでもちょっとずつ見えてきましたけど、この世界自体もなんか羽翼があって空を飛んでいる世界のようなんですね。そうですね、はい、うん、もっと先まで行ってみましょうか。こちらは、はい、行きましょう。この先、大変あの落下しやすいのでスティックの倒し方には十分注意してつきましたね。あの透明なこれらで行けないところありません。見た目は遠いの地面に壁があります。安全装置はありませんので、はい、おおうおこれは、あ、みあっちに皆さんいるんですね。おお、これ怖い。ちょっと予想外のとこに出た。こんな感じになってます。すごい、さっきの反対側、まだ飛んできた。あっちが向こう側ですよね。残ってる人がいますね。そうですね、さっきと反対側からの光景ですね。はい、こんな風にね、あのさっきのところから見えなかった部分を見えるようになってます。おいで、反対側から見えます。向こう側にね、向こう滝の落ちてる根元にみんなの色が見えます。はい、そう、先へ進みましょうか。もう一、はい、もう一箇所、もう一、すごい、さらに注意、さらに注意してね、さらに注意、この、この後、はい、まだ、あ、すごい、これは、はい、しれちゃん、しれちゃん、危ない。ああ、犬子ちゃん、犬子ちゃん、おっと、わーわーわー、危ない、危ない、わー、わー、落ちちゃった、落ちちゃった。あー、犬子ちゃん、落ちちゃった。犬子ちゃんが、にゃーんって言って落ちてしまった。犬子ちゃんは、犬が若々しかった。なんと悲鳴が。ここは、風車の上です。あ、こっちに、あ、風車が本当に回ってる。おお、吸い込まれてきましたね。ウサギちゃん吸い込まれた。ウサギちゃん吸い込まれた。あれ、ウサギちゃん、あ、来た。帰ってきました。はい、ここ、ここは、ここは風車の上ですね。はい。そこある、はい、回っている風車の上がこうなってます。風車の上に来ました。かなり足元が、足元が、足元が危ないです。結構
足場が小さい。そう、危ないです。いい、この世界の全貌はだんだん見えてきましたね。怖いね。すごいイマジネーションが湧き、はい、くるワールドですね。はい、こちらもフォトスポットですね。ぜひフォトスポットです。さっきあそこから飛んできたんだよ。ぜひ来てください。、ね、じゃあじゃあ、一応メインのルートはここまでなので、じゃあ落下して最初のところに戻りましょうか。最初まで行きましょうか。よっしゃ、行きましょう。最初まで行きましょう。はい、飛ぼう、行くよ。はい、はい、ぴょんぴょん。うわぁ、あぁ、あぁ、あれ、お、あ、ちょうどいいタイミングだね。船がね、自分よりも上のところを船が飛んでる。あ、飛んだ。タイミングによって見える、あれ、船のタイミングが変わると思いますが、そうそうそう、ここも船が通過していきます。はい、向こうにね、見えてるのは、あ、そう、あ、これは持ってきた魔法のステッキをどこでも使える、いろんな場所で使えるから、いろんなブースで、ブースのアイテムをね、いろんな場所で使うことで、また素敵な写真が撮れると思いますので、ぜひ組み合わせて遊んでみてください。ちょっと冒険してみようか。はい、行きましょう。じゃあここ最初のね。はい。あれ？よっ。貿易をね、はい、空を飛ぶ帆船が横付けになってて、何やら荷物が積み込まれようとしていますね。こっちは鉄道がね、できててね、貨車がね、止まってますね。はい、貨車の荷物が置かれていますけど、じゃあこの線路の先どうなってるかしら、行ってみましょうか。行ってみましょう。はい、よし、じゃあみんなで行こう。ずっとね、こうやって落ちていくんじゃない。これを、さあ、こっからですよ、こっから皆さん。ここあたりじゃん。え、こっちあたりをすることに。あー、また危ないんだよ、まあ、じゃあ、私は一足先に回って、みんなを待っていましょう。コウさんが先に行った。頑張って。あ、落ちた。押すなよ、押すなよ。これね、移動はね、あ、バイ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 。調整すれば。はあ、落ちないように、落ちないように。うわあ、この辺りが鬼門だ。あ、下が、あれ、下、怖い、カーブしてるよ、カーブが怖い、怖い怖い怖い、みんな怖い、ね、これは怖い。あ、曲がる、カーブがある、カーブ。あー、悲鳴が、いや、怖い、怖っ、僕は悲鳴怖い、聞こえるの怖すぎ。え、まだまだまだあるじゃん、なんか、ま、これは怖い、これは怖い、怖すぎる。これはいけるかな。あ、よっ、あ、これ怖い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 、これは怖い、ほんと怖い、あ、ほんと落ちそう。あ、怖い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 。あと少し
これはこの辺りが急急角度が急あこれはが今ちょっとずれた怖い一段降りたような気がするあ、あと少し。あ、これは神経が鉄骨あたりが怖い人はね、あの今私がね来たみたいに安全なルートからも安全なルートがあるんですか？え、なんとあったの？実は階段があった。なんか続きありそうな階段があるじゃないか。ちょっとポストに。はい、じゃあこちらを行きたい勇敢な人はあの線路行ってもいいですけど、じゃあ安全なルートで行ってみましょう。もちろんね、線路も全部プライダー入ってるので最後まで行きますよ、うん、ちゃんと見た通り行ける。これブースもなかった。裏通りですね。はい、裏通り。裏側、ブースの裏側もちゃんと行ける。こっちもこうやってね、ここまで来れば、元のルートちょっと合流できます。先ほどというとですね、さっき魔法の席だったところですね。すごいですよね。ここでも行けちゃう。こういうとこ大抵こないだなって入れないですからね。そうですね。探検できちゃう。探検し放題。ここ灯台です。灯台。あ、すごい。灯台の光が。おお、入れた。え、まあ。あと落ちた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 。はいはい。あ、落ち落ちた。何人か落ちた。ワープして一度視界が変わると。ね、あ、あ、ウサギのブースもある。すごい。素敵ですね。これは。になったな。はい。あっちはね、尾翼の部分もあって先まで行けるんですよ。あのトラスのところで。歩いてね。はい。うん、じゃあ、あの線路先まで行けるのかしら。はい、行ってます。じゃあ、どうしますか。線路を渡っていくか、安全なルートで行くか。安全なルートで。安全第一。はい。じゃあ、戻りましょう。まず、戻って。どこから落ちるしかないのか。安全って言いながら。みんな行くよ。おお。おっつあれあよいしょ。ショートカット。アウティエかな。ショートカット。さっき見たルートですね。うんうん。あ、こっち行ける。こっち見て、あっちは尾翼の部分だね。2つの島がね。二つに分かれているので、こういった橋で繋がってます。船が横向けになって大きな浮遊する島に繋がってるんですね。あ、そしてこっちですね。こっちの後ろのブースの裏の岩、はい、よっぱい山の登りが、なんとここ登れたんだ。おお。がいっぱいです。これは密輸でもしようとしてるんでしょうか。違います。運んでるだけで運んでるだけですよ。大鉱石あります。このバカオイチの
くして輸出することで成り立ってるんですね。そうですね、はい、ここはそういうのじゃあ、ね、そんな世界観もね、実は飾りじゃなくてね、ちゃんとね、世界が、ね、成り立ってるんですね、はい、じゃあ、そういうのじゃあ、ここは今日の秘密は、はい、じゃあ、うん、今それは、うん、じゃあ、1分ぐらいで、じゃあ、平均、あ、1分ぐらい、はい、1分じゃ無理、あ、頑張る、ね、はい、まずね、あそこにあるでっかい船があるでしょ、うん、うん、あれがね、大昔の、ね、古代文明の、タンカーなんだけど、うん、魔力とかね、そういうのをね、輸送するためのタンカーで、それがね、壊れてここにね、流れ着いたんだけど、その上にこうやって、ね、だんだん街が出てきてきて、で、最終的にこういう、ね、とこの鉱石を採掘して生活するっていう場所になった。そういう設定で、古代文明、古代の文明が、の後に魔法文明、魔法石を使って魔法文明が栄えてるというような世界なんでしょうかね。そうそう、素敵ですね。他にもいろんな、魔法石2のね、うん、魔法石2の会場と同じ設定です。魔法石2もね、ファンタジーの世界なんだけど、実はこういう宇宙ステーションのようなのが墜落してたりとかね、とここに繋がる、うん、ストーリーがありました。さあ、ではもっといろんなところを見たいですけど、今日のところはここまで。まあ、じゃあ魔法石3、はい、ね、はい、じゃあちょっと会場を一方して、はい、最初のところに戻って戻りましょう。じゃあ、リスポーン、リスポーンしましょう。リスポーンでーす、はい、はい、ただいまただいま、はぁ、あ、一通り回ってくるとこの光景も、はい、なんだか違った意味で見えてくるかもしれません、うん、さあ、じゃあこちらでみんな回ってちょっと記念写真というか、はい、挨拶をして今日の配信の終わりにしようと思います。はいはい、ちょっと遠いかな、よいしょ、誰だろう、はいはい、じゃあみんなはコメント、設定した間に最後の挨拶ということで、はい、バーチャル魔法市はね、はい、今日明治に開会しまして、主催のコンさんからの開会宣言もこの配信の中で行われました。開始は9月11日土曜日までですね。なので土曜日までです。今日も明日も土曜日まで楽しんでください。フォトコンテストも開催中です。V マジフォトコン、概要欄書いてなかったかな。 V マジフォトコンで、開始中にぜひ写真付きでツイートしてください。それでは、はい、バーチャル魔法市3、はい、皆さんも楽しんでいきましょう。今日は皆さんありがとうございました、うん、開催おめでとう、ありがとうございました、ありがとう、開催おめでとうございます、おめでとうございます、おめでとう、はい、
こんなところにアギちゃんが一生懸命運びました。お疲れ様です。めっちゃ運んで。お、手をつない。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。お疲れ様。せっかくだから記念写真撮ろうか。ささい配信だったから撮れなかった。うん。まあそろそろ撮ったら移動します。はい。あ、そうだね。次も配信あるもんね。配信というか、頑張ってありまして。うん。ありがとうございます。いやー、皆さんありがとうございます。コンサートもね、すごい、すごいイベント。うんなりますね。日本ワード自体もすごいよね。うん。うん。だった。うんうん。じゃあ一番右側はアリちゃんのところまで入るかな。アリちゃんより先は見えますね。そうだね。アリちゃんもうちょっと内側に入ってもらった方がいいかしら。もう少し前に、カメラ前にしようかな。こっちで入ってるんだけど。あ、私が行こう。これ。じゃあ、アリサイル先に行っちゃうと見えなくなっちゃうよ。レミさんもちょっと、真ん中に来てください。ここ真ん中に。はい。ウサギのカメラがちょっと端っこだったんだな。はい、じゃあ、いろんなカメラに向かって、ちょっとごめん、ウサギのカメラに近いていい？はい。はーい。うん。カメラの位置は大事。みんな入るかな？師匠と隠れなくて大丈夫。じゃあ、コンさん隣にプルーザにいい感じに皆さん入ってください。はーい。じゃあカメラ見て。ね。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。会中もぜひ皆さんで回りましょう。ありがとうございました。22時からありがとうございました。そちらもぜひ見てください。はい、頑張ってください。私は夜ご飯を食べます。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。エルビニさん、皆さんありがとう。